ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。今回は週末に行われた公式主催のアリーナイベント、ジャパンオープン2022とハレルヤトーナメントセンター東京で開催された環境オリジン戦の大会結果を振り返り、印象に残ったデッキを振り返ってみたいと思います。まずはジャパンオープン2022から。今回は公式主催のもと優勝賞金50万円の大型イベントとなった本大会。参加者は687名が集まりました。事前から黒が強い環境と言われていましたが、なんとトップ8全てのデッキに黒が含まれる異常事態に。予選ラウンド2日目のメタゲームを見てもほとんどのデッキに黒が含まれています。その中で優勝したのは宇月裕二選手のエスパーミッドレンジでした。おめでとうございます。全環境のエスパーミッドレンジの形を受け継ぎながら、黒が強い環境にアジャストしたカード選択が光りました。最も目を引くのが邪悪を打ち砕くの4枚フル投入。先週活躍していた汚れたものソルカナ、ウィンドグレイスの魂、目視録ショルドレッド全てにわずか2マナで対応することができます。かき消しを3枚取り、後手の際に墓地の侵入者、鏡槍の偶話という環境を代表する3マナカードに対してもしっかり対応できる工夫が見られます。また5マナ駅には2枚の夜明けの空、青冥府の省略やベールのリリアナなど、追放しない除去が主流となっている今の環境において、死亡してもしっかり後続を用意できる点が注目されていて、大型大会でも役割を果たせました。警戒持ちであることから攻撃しても放浪王で倒されない点も優秀です。また準優勝トップ4には黒単単色デッキですが、現在のスタンダードを代表するカードがこれでもかと詰め込まれているデッキになります。準優勝ののぞみさんは生き残ればゲームを終わらせることができるショルドレッドと、黒でありながらエンチャントも除去可能で圧倒的なアドバンテージをもたらす絶望将来を4枚採用しています。その他のカードも1対1交換では済まないリソースを切らさず戦えるカードが中心にデッキが構成されているので、長期戦もしっかり戦っていきます。また1マナ駅に隠し幕を採用していますが、トップ4の平見さんは進化した潜伏工作員を採用していて、細部に違いが見られます。隠し幕は序盤のしつこい負け犬を受け止めながら要所で手札を攻めていくことができますし、進化した潜伏工作員は余ったものを有効活用しやすく、生き残れば無限にアドバンテージを生み出すため、相手としてはより無視できないクリーチャーに見えるでしょう。続いてはハレルヤトーナメントセンター東京で開催された環境初陣戦のトップ8を見ていきましょう。トップ8のデッキはこのようになっています。ジャパンオープンと比べると青タイやバントハントなど特徴的なデッキが目立ちますね。その中で優勝したのはラクロスミッドレンジタッチ青の柴崎康介選手でした。おめでとうございます。ラクロスミッドレンジタッチ青は鏡槍の偶話や黙示録シェルドレッドなどスタンを代表するカードを中心に組まれていますが、面白いのが軽量的な一撃をタッチで採用しているところ。スタンダードにおいてはゲームを決める4マナ以上のカードが肝になってくるので、環境的にもこの採用は理にかなっていますね。また土建組一家の調達者を2マナ駅に採用しているのも特徴的です。パワーも高く死亡時に宝物トークンを生み出すので、たとえしつこい負け犬などと相打ちになっても3ターン目に4マナアクションが可能になってテンポアドバンテージを生み出します。2マナカードも多いので、単にシェオルドレッドやソリンを叩きつけるだけでなく、3ターン目に2マナと2マナの2アクションを取ることも可能になります。またスタンダードでは久々に青タンも結果を残しました。土地21枚の極限までスペルを詰め込んだ構成になっており、序盤からカウンターやバランスで相手の攻め手をかわし、準備が整ったら軽くなったトレーリアの恐怖で反撃開始。この海蛇の処理に手こずっていると傲慢なジンが後からとんでもないサイズで着地します。自分もやっとこそトレーリアの恐怖を倒したと思ったら13-4のジンが着地して一気にライフが消滅して負けたことがあります。続いてはバントハント1マナで最大+5+5修正をかけるガイアの力を軸に将校の巨匠や二将馬の喧嘩屋で大ダメージを与えます。除去に対してもトンズラ下支えをフル投入して対策は万全。土地を揃える役目である大田の木群れの渡りですが、後半土地が伸びてくればフィニッシャーへ変わります。息切れしないように救出専門家や晴天のスフィンクスを採用している点も含め、コンボが決まらない時のための保険をかなり厚く取っていて、練られた構成になっているのが印象的です。というわけで今回は環境初陣戦、そしてジャパンオープンの気になるデッキをご紹介していきました。もともと黒が強い環境と言われてきましたが、青や邪悪を打ち砕くみたいな黒に対する対抗策なんかもね、いろいろ出てきて、まだまだね環境のメタゲームは進んでいきそうです。皆さんもぜひね、この白熱したスタンダードを遊んでみてください。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。